ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は札幌姉妹孤立死事件を紹介するぜ。うん、孤立死って何？あ、孤独死のことを言ってるの。いやいや、孤立死と孤独死は別の言葉だ。どちらも基本的には、一人暮らしのお年寄りなどが亡くなって、そのまま誰にも気づかれないという状態のことなんだが。孤立と孤独って、どう違うんだろう？孤独死、というのはあくまで、一人暮らしだったから、亡くなったタイミングで誰にも気づかれなかった、って感じかな。後日、連絡が取れなくなったことを心配したご家族や、ご近所の住民が異変に気づいて発覚することが多い。じゃあ、孤立死ってのは、一人暮らしをしていて、誰にも見取られずに亡くなったという点は変わらないが、もっと社会から切り離されている状態だった、ために命を落としてしまった、という意味合いが強いかな。社会から切り離されたって、一体どういうこと？うむ、より詳しく孤立死について知ってもらうためにも、まずは今回の事件の経緯を紹介させてもらおうか。2012年1月、北海道札幌市白石区のとあるアパートの一室で、二人の女性の遺体が発見された。この二人の女性はどちらも40代前半で、姉妹で同棲していたんだ。姉妹で二人暮らしって、仲良しさんだったのかな？というより、同棲せざるを得なかったんだ。妹が知的障害を患っていて、一人じゃ生活することができない状態だったんだよ。ああ、なるほど。もともとは障害者向けの職場で働いていたんだが、それができなくなったので、姉の家でお世話になることになったとのことだ。でもさ、姉妹の二人暮らしだったんでしょ？それで孤立死。って、なんか言葉がおかしくない。つまり、40代女性が二人で暮らしていたのなら、一人暮らしの老人が誰にも見取られずに亡くなった、という条件に当てはまらない、と言いたいんだな。そうそう。まあ、言わんとすることはわかる。だが、最後まで話を聞いてもらえれば、この二人の姉妹がどれほど孤独に死んでいったのか、よくわかると思うぜ。そもそも、どうしてお亡くなりになったの？姉の方は病死だな。脳内血腫で命を落としている。脳内血腫って、頭蓋骨内部の出血によって、脳の内部や頭蓋骨との隙間に血が溜まってしまう状態のことだ。血液が溜まり続けるせいで脳が圧迫され、様々な障害に派生してしまう。手術等によって治療できる場合もあるが、当然ながら放っておけば命に関わる。それはきついね。手術とかはしなかったのかな？できなかった、という方が正しいだろうな。どういうこと？少し前に、姉は仕事を辞めているんだ。ただでさえ妹を介護しながら働くのは難しいのに、自身も謎の体調不良に悩まされるようになってな。その体調不良も、脳内血腫ってのが原因なんでしょ。そうだ、以前から周囲の人間に、めまいや吐き気、物忘れが激しい、などの諸症状を訴えていたという。脳が常に内側から圧迫されている状態だからな、普通に働くことさえ厳しいだろう。で、仕事を辞めて収入が激減したため、国民健康保険にも入れなくなってしまった。保険料を払うことができないくらい貧しかった。ってことか。それは、医者にかかるのもためらっちゃうね。月の収入が、妹の障害者年金による6万円だけだったって話だからな。うわぁ、一人当たり月3万円か。生活費だけで消し飛んじゃうね。当然、貯金などの蓄えもなかった。家賃や公共料金は滞納しており、姉が亡くなると電気ガスも止まってしまって、誰にも面倒を見てもらえなくなった妹は、そのまま凍死した。遺体は服を何枚も重ねてきている状態で、またひどく痩せ細っており、胃の中は空っぽだったという。自宅で凍死するって、現代日本じゃちょっと考えられないね。何せ、真冬の北海道だからな。日中の最高気温が氷点下ってこともザラだ。腹の中が空っぽじゃ、体温を上げるエネルギーもない。しかも、電気ガスが止まっているから暖房もなし、お湯もなし、電子レンジも不可って状況か。でもさ、ちょっと疑問なんだけど。お、どうした？そんなに追い詰められるまで、二人は誰にも助けを求めなかったの。それこそ役所とかさ。こういう時のための生活保護じゃん。もちろん、役所にも相談に行ったさ。それも、一度や二度じゃないぜ。じゃあなんで？断られたんだよ。は、いや、断られた、という言い方は正しくないかな。姉は生活保護の申請の相談を行ったが、役所は申請したいとはっきりとは言わなかったので、申請書は渡さなかった、とのことだ。うん、
ちょっとごめん、意味がよくわからないんだけど。言葉通りの意味だよ。役所の言い分としては、申請したい、という明確な言葉はなかったから、彼女たちが生活保護を必要としていないと判断した。役所から申請書がもらえなかったので、二人は生活保護が申請できなかった。いや、申請したい、っていう言葉そのものがなくとも、生活保護を必要としているのは一目瞭然でしょ。まあ、そこは個人の主観によるものだから、なんともだな。っていうか、じゃあ何のためにお姉さんが役所に相談に来たと思ってんのよ。生活保護の相談なんて、生活保護を必要としている人しか来ないでしょ。しかも、相談に来た回数が一度や二度じゃないんでしょ。霊夢、役所も本気で申請したいかどうかわからなかった、と言ってるわけじゃない。それくらいわかるだろ。簡単に生活保護を受給させないための口八丁、いわゆる水際作戦、ってやつだよ。どういうこと?例えば、生活保護について相談したいんですけど、みたいな消極的な態度では、生活保護の申請用紙はもらえないってことだ。生活保護についての相談を受けただけで、申請したいとは言っていなかった、とだけ記録に残される。つまり、こちらから生活保護が必要だから申請用紙をください、とはっきりと言葉にしないと、受給させないために、あの手この手ではぐらかされるってこと。そこまで言うと、ちょっと悪意的な解釈だが。まあ、実情としてはそんなもんだろう。バカなんじゃないの。悠長に言葉遊びしている場合じゃないんだってば。っていうか、いざって時に機能しないセーフティネットなら、何のために住民税を支払ってんのよ。とはいえ、実際に窓口でどのような会話が交わされたのかはわからない。当時の面談担当者も覚えていない、らしいからな。そういうのって記録とかちゃんと残さないの。記録には家賃の高さを指摘した上で、懸命な求職活動を行うことを指示した、とだけ残っているそうだ。もっと頑張って求職して、家賃の安い家に引っ越せ、って。クソの役にも立たないアドバイス。それができたら苦労してないんですけど。実際、生活保護の要件に懸命な求職活動、があるのは確かなんだ。それに、生活保護には住宅扶助というのがあるんだが、二人が暮らしていたアパートは、その扶助で定められている家賃の基準よりも、数千円ほど高かったらしい。たった数千円って、誤差すぎるでしょ。それに、具合の悪い40代女性が家族を介護しながら二人分の生活費を稼げる職場って、そんな都合のいい条件はそうそう転がってないよ。つうか、その基準より高いから絶対に受けられません。ってもんでもないしな。それに、厚生労働省が定める基準としては、世帯収入が13万円以下、ってのがあるから。この二人の月収の倍以上だね。これほど追い詰められているのに、申請書すらもらえないってのはちょっと異常だよ。生活保護の面談では聞き取り調査をするはずなんだが、一体何を聞いたんだろうな。こういうのを役所仕事って言うんだろうね。実際にはそんなことできないってわかってるくせに、非現実的なマニュアル通りの答えしか返してこないっていう。まあ、確かにマニュアルで動いている相手だから、どうにかこっちも口八丁で訴えれば申請書を受け取ることはできたのかもしれないけどな。いやいや、その時点でおかしいでしょ。口頭で担当者を言い負かさないと、本来もらえるはずの行政のサポートが受け取れないってシステム、一体何なのよ。不正受給問題とかもあるにはあるから、役所も無条件に申請を出すわけにはいかないってのはわかるんだが、結果として、この水際作戦が原因で受けられるはずの保護を拒まれ、孤立死や心中自殺に追い込まれる世帯が多くなっている、という指摘まであるほどだ。冒頭でマリサが言ってた、社会から孤立してなくなる、って言葉の意味がよくわかったわ。みんなはこんな、ザ・お役所仕事によって起きた悲劇についてどう思う？よければ意見をコメント欄に書き込んで言ってくれ。他の人の考えも聞いてみたいもんね。また、このチャンネルでは過去の事件や事故について、情報をまとめた紹介動画を定期的に投稿している。興味のある方は、ぜひチャンネル登録していってくれ。高評価をいただけると、今後の動画制作のモチベーションにもなるので、こちらもよければよろしくな。というわけで、ご視聴ありがとうございました。